皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トサン TV トサンでございます。さあ本日も始まりましたトサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はプーチンマリウポリ訪問の詳細が分かりました。ひどいですね。では参ります。本日はプーチンさんのマリウポリ訪問の詳細がちょっとひどいので、それを共有したいと思います。あとはトピックス、バフムートの援軍の話ですね。そして最後はワグネル、プリゴジンさんの話ということなんですけれども、本日ちょっとですね、私事でかなりバタバタしておりますので、短い動画でお届けをさせていただきたいというふうに思います。3月19日、プーチンさんがマリウポリを電撃訪問したというニュース、昨日もお届けさせていただいておりますけれども、最初に出てきたのはこんな動画とか写真なんですが、外が暗いわけですよ。これ何時に訪問したのっていう話になってるんですけれども、3月19日マリウポリの日の出は朝の6時35分です。で、このニュースが出てきたところからいくと、3月19日の夜、夕方以降ではないわけですよ。ということになると、3月19日の朝6時35分よりも前ってことになるわけですね。ものすごい早朝、もしくは夜中なのっていう、そういう話になってくるんですけれども、おそらくですね、マリウポリを訪問したのは3月19日ではなくて、3月18日ですね。クリミア、セバストポリを訪問した後、すぐにマリウポリに向かった模様でございます。ヘリコプターで着陸しております。こんな形になりますね。ヘリコプターで着陸した時、まだ外は白々と明るい。そしてその後車を運転するんですけれども、よく見ていただくと、こう夕日みたいな感じが見えるんですね。まだ空が明るくてなっている。つまり、夕方前ということになります。で、3月18日のマリウポリの日の入りの方です。日の入りは夕方の5時40分ぐらいになりますので、5時40分以降から暗くなってくる間にドライブをしていって、その後住宅地行ったりとか、まあ、コンサートホールに行ったりとか、劇場跡とか学校を見て回ったりとかっていうような強行軍だった模様でございます。なのでプーチンさんがマリウポリを訪問したのは3月の18日の夕方5時40分以降ということになりますね。で、間違いないかなというふうに思います。でですね、この後ドライブをしていくわけですね。もともとタクシー運転手もやっておりましたので、まあ板についたもんのこう運転なんですけれども、カメラを後方からに据えてですね、わざわざ自分が運転しているところも撮らせつつ、そして窓越しにいろんな景色を映していくわけですよ。ここに情報戦があったっていう、そういう話でございます。何が映っていたのかに関しては BBC が詳しく追ってくれました。こちらでございますね。プーチン氏のマリウポリ訪問は個人的な意味、どんな場所を巡ったのかっていう調査をしてくださいました。やはり今回の侵略戦争でキーになった、世界的なニュースになったような場所をわざわざ車の窓越しに映してるんですよ。つまりどこを通ったのかって掘っていくとちゃんと答えが出てくるような、そういう映像をわざわざ公開したっていうことになりますね。どういうところが映っているかと言いますと、まずはですね、第三産科病院という産婦人科になります。産婦人科、この産婦人科というのはこちらのニュースでありましたね。妊婦の女性の方が被害に遭われてしまいました。この後トルコで無事出産することになるんですけれども、ロシアはですね、この女性の方がですね、俳優だと、演技でやってんだということで偽情報を流しました。世界中のファクトチェック団体がチェックしましたところ、本当に被害に遭われた被害者の女性の方だったということです。当チャンネルでも当時は取り上げさせていただきましたけれどもね。という偽情報すら流した場所ということになります。次がですね、フィルハーモニックコンサートホールというところですね。これはプーチンさんが実際に立ち寄りました。コンサートホール。このコンサートホールは何かというと、アゾフスタリ、アゾフ製鉄所で粘りに粘っているウクライナの軍人の皆さんを裁判にかける。ここで裁判にかけてやるって息巻いていたコンサートホールになります。国連がそんなもんやめろって言って注意勧告をしたっていうやつですね。これも世界中を巡ったニュースです。そして最後にマリウポリの劇場でございますね。劇場でございます。大人そして子供もたくさんここに避難しておりました。子供がいるというのを知らせるために、劇場の前後に子供がいるよ、子供っていう単語を書いて、ここには子供がいるから攻撃対象ではないということを示したんですけれども、ロシアはそれを無視してこの劇場を爆破しました。300人以上の方がお亡くなりになりました。小さな子供もお亡くなりになったんです。
という場所も車の窓越しから確認できたということなんですね。つまり、情報量が非常にたくさん多い映像だったということを調べれば、あ、ここも通ってる、あそこも通ってるということで、ニュースに違いのある情報をわざわざこうやって出してきたということですね。全てに答えが用意されているような映像だったということです。元の映像に戻りたいと思います。この後車を運転していきますと、どんどん暗くなっていくわけですけれども、暗くなってからですね、暗くなった後に今度は住民の人と話をするというシーンがやってきます。こんな感じで住民の人が出迎えていて、初めてお会いしますみたいな、テレビで見たまんまですねみたいな、テレビしか見たことありませんみたいな、感じですね、うん、で救ってくれてありがとうみたいな、もうわけのわからん会話がなされている映像なんですけれども、よく見るとっていうことなんですが、これ会話をしている時にですね、実は後ろに警備の人がいるんですよ。帽子をかぶった警備の人がいるんですね。こんな感じで、うん、いますよね。で、この警備の人が何かに気づいてキョロキョロっとします。あれ、キョロキョロっとしますね。はい、なぜキョロキョロしたのかっていうことなんですけども、ロシアを応援している人たちが貼っている映像とか、ロシアが実際に発表した映像、一番大元から少し経った映像では音が消されております。なぜ先ほどの警備のようなおじさんがキョロキョロしたのかと言いますと、音が入っている映像をご覧いただきたいというふうに思います。はい、カット割りがちょっと違うんですけれども、同じ映像になりますね。はい、いますね、先ほどのおじさんがいますけれども、はい、キョロキョロっとしますね。キョロキョロっとして周りを見ておりますけれども、はい、この時ですね、一人のおばちゃんが叫んでいるのが聞こえたかなと思うんですけれども、道端で一人のおばちゃんのような声が、こう叫び声が聞こえるんですよ。で、これ何言ってるかと言いますと、まあ私はロシア語わからないんで、あとウクライナ語もわからないんであれなんですけども、どうやらですね、それは鑑賞用だと、偽物だと、うん、この映像を信じるなっていうことを叫んでたそうですね。で、それに気づいた警備のおじさんが、なんだなんだということで、周りを警戒してみたという、そういうワンシーンでございます。つまり、この住民と語らってるシーンそのものがですね、フェイクだと。いうことですね。それがまあはっきりしたという、そういうお話でございます。そしてここに集まっている住民の皆さんなんですけれども、まあいろいろなですね、あの特定のされ方がされております。例えば積極護国情報の方に行きましょうか。ベータフェイスというなんかソフトかなんかがあるみたいですけれども、それでですね、あの顔をですね、他の顔とまあ比較するという、一致するかどうか比較するという、そういうことを行ってみると、新年の挨拶の時のエキストラとかなりの部分で一致するっていう、そういう分析をされている方もいらっしゃいますね。うん。ただしね、 70% とか 60% が多いので、完全に一致するかどうかだと、これだとね、一緒ですとはなかなか言い切れないんですね。で、別の情報もありまして、次はこれ平野さんですね。ウクリンフォルムのジャーナリストの方ですけれども、ですね、この地元民の5、6人が特定されたっていうことらしいんですけれども、マリウポリの住民ではあったそうだっていうことなんですよ。これ全員じゃなくて、このうちの5、6人だけがね。うん。で、そのうちの問題は1人2人の人らしいんですけれども、どうやらロシア軍がこのマリウポリに攻め上がってきた時に、お店とかでですね、略奪を働いていたやつ、それが特定されているそうですね。うん。で、その略奪をした人はどういう人かというと、略奪をして自分の私腹を肥やしただけではなくて、略奪したものをロシア軍に献上してたそうなんですよ。それでロシア軍の覚えめでたいということで、その後住居なんかも、ここ住んでいいよということで、住居なんかも割り当てられたっていうですね。うん。本当に少年の腐ったやつがいるらしいです。おそらく、もう、超新ロシア派なので、そいつに声かけて、ちょっとエキストラがいるということで、安全なやつ何人かピックアップしてこいとか、そういうことがあったのかもしれませんし、ロシア側当局が準備したのかもしれませんけれども、まあ、要するに、ちゃんとした住民ではないということですね。うん。映像用に、ちゃんと演技ができるやつを揃えたということも、まあ、あらかたですけれども、特定されているような状況であるということでございます。はい。そして、なぜプーチンさんがですね、セバストーポリからすぐに向かって、夕方、18日の夕方にマリウポリに入って、暗くなる時間を選んだのかっていうこと
なんですけれども、まあ一つは皆さんもピンとくると思うけれども、安全だからっていうことですね。夜陰に紛れてもこそこそ回ってるってことですよ。うん、安全だから身の安全を考えて暗い時間帯を選んだということが一つなんですけれども、もう一つはですね、住民と語らってるところ、さも復興したかのように、こう見せなければいけないわけですよ。住宅もそうだし、あと子供の用の公園なんかも映っていたりしますね。あとはコンサートホール、そして小学校なんかも訪問したりしてます。小学校かな、学校を訪問したりもしてます。マリウポリをロシアが復旧させてるんだっていう、復興させてるんだっていうイメージを拡散したかったわけですよ。ところがですね、あの場所というのはどの場所なのかというのが、まあ特定をされておりまして、まあこんな感じだったんですね、攻撃をされた直後というのは。うん。こんな感じだった。もうボロボロなわけですよ。うん。ということで、遠目の場所が映っては困るんですよ。遠いところが映るとまだ、直されていないので、ボロボロの建物が映ってしまうんですね。うん。映してもいい場所だけ映せるように夜にしたということです。プーチンさんの安全面、そしてもう一つが、映ってはならないものがたくさんあるので、周りのものだけ映るように夜にしたということですね。うん。通ったルート、用意した人、そして夜という時間帯、全部がひどいということになりますね。で、なぜこういう情報をわざわざ流した、カメラをつけて流したかといえば、やっぱり逮捕状が出たのが痛いんだと思いますよ、プーチン容疑者。プーチン容疑者になってしまいましたんで、逮捕状が出たことで。うん、国際刑事裁判所から逮捕状が出ましたんでね、プーチン容疑者になってしまったわけです。このプーチン容疑者になったということが本当に痛いんでしょうね。ということで、その情報をなるべく薄めるために情報量の多い映像をああいう形で急遽マリウポリを訪問することで出してきたというのが真相じゃないかなというふうに思います。その上で本日3月、20日撮影日なんですけれども、習近平さんが今ロシアに行っているということになりますね。21日これ放送日には首脳会談が開かれるということになります。またどういう情報が出てくるのかは追って皆様と共有をさせていただきたいと思います。はい、ではですね、ちょっとバフムートの情報いきましょう。選挙区というものではないんですけれども、ちょっとこちらビシェグラード24になりますけれども、ですね、バフムートの T0504 の幹線道路、一番南の幹線道路ですね、あれまだウクライナがホールドしてキープしています。そしてバフムートはですね、ロシアの攻撃がここ数日ぐらい前から極度に弱くなってますね。極度に弱くなってる。ほとんど動いてない状況で、真ん中の O0506 の幹線道路、そして南の方の下の方の T0504 の幹線道路、ともにウクライナ軍が部隊バーッと敷いてキープしてるような状況です。うん。で、その T0504 の幹線道路、バフムートからちょっと離れたところだとは思いますけれども、ウクライナ軍の援軍がずらーっと到着しているという映像が入ってきました。今、情報統制がかなり引かれているので、これウクライナ軍の OK が出てこの映像が出てきているということです。うん。また、粘る、もしくは押し返すという、そういう意思表示なのかもしれませんけれども、心強い援軍が届いてきたということ。はい、では最後にですね、ワグナーグループ、ワグネルの話いきたいと思います。ロタンさんでございますけれども、ワグナーがですね、ロシア国内でお墓を作るのを断られたっていう、そういうお話でございます。クラスノダール地方ですね、ここでお墓作りたいと言ったら、市当局からちょっと困ると、住民も反対してるから困るっていうことで断られたということで、ワグネルがブチ切れております。お前らナチ以下だということで、これから武器持ってそっち行ったのかということで、相変わらず脅しているというような状況ですね。国防省以外にも、地方ともワグネルが揉め出したということでございますけれども、実は、ワグナーグループワグネルですね、ロシアの軍事ブロガーなんかがですね、5月の中旬ぐらい、5月中には消滅するんじゃないかって言っていたんですよ。もう砲弾も供給がなかなか満足にされないということで、まあ村八分にあってる。そして、囚人兵ですね、刑務所で募集することも禁止されてしまった。激戦地のバフムートの一番矢面に立っている、どんどん数が減っているわけです。5月の半ばぐらい、5月中にはもうなくなるだろうっていう予測をする人も、ロシアの軍事ブロガーで出ていたんですけれども、どうやらしぶとく生き残りそうだという話、航空万能論 GF さんですが、今ワグネルはですね、ロシア国内に42カ所も募集する事務所、ワグネル入りませんかっていう事務所を42カ所作ってるらしいんですけれども、その42カ所トータルで1日500人から800人ぐらいの新兵を、獲得しているということですね。ワグナーが自分たちで発表してきました。
5月の半ばぐらいには潰れると言われていたんだけれども、5月の半ばぐらいまでに3万人を獲得できるんだ、俺たちはっていう情報を出してきたということです。これ、ワグネルがまた兵が増えるので、ウクライナにとっては痛いニュースかと思いきや、まあ、どの道これワグナーに入らなくても正規軍の方で動員されるので、どっちもどっちという話なんですけれども、要するに、揉めながらワグナーが残る。その上でロシアが負けてしまったら、このワグナーって何するかわからんぞっていう状況が続いていくという、そういうお話でございますね。ちょっとこれもですね、そういう観点から、当チャンネルでは追っていって、また皆様と変化があり次第ですね、共有を続けていこうというふうに思います。はい、というところで本日はですね、ちょっと、私事がありましたので、焦った動画になってしまったかもしれませんけれども失礼いたしました。とにかくプーチンさんのマリウポリ訪問というのを内容を見るとひどかった。そして明らかに、調べれば調べるほどいろんなニュースになるネタが転がってるような動画を出してきた。よっぽどプーチン容疑者になったのが嫌なんだろうなということですね。プーチン容疑者になったこと、そしてプーチン容疑者になってから、中国習近平さんとの首脳会談を迎えなければいけない。なんとかしてこれを薄めたいという、そういう希望があったんじゃないかなというふうに見えます。しかし、どんなに薄めようと、プーチン容疑者はプーチン容疑者だというお話でございます。ご視聴ありがとうございました。